前日160球完投のマーク、翌日2志願の9回登板。何この主人公、とてつもないドラマが完結した感じ。何これ、筆記球団が日本一になったとこ見たことないもんとして感慨深いもんがあるわ。田中は前日負けたのが相当悔しかったんだろうね。普通は投げない。楽天おめでとう。しかし星野はどこまで行っても星野でしかなかった。優勝インタビュー切った監督は初めてだ。こんなのを頭に置いて選手はよくやったよ。星野は日本一経験なしのまま終わるんかなと思ってたが、3球団目で日本一か。これで文句なしの名勝やな。でも北京は忘れてないで。これじゃ TNA 系日本シリーズやないか。これは巨人のかませ犬感半端なかったな。結構かわいそう。巨人こんなかったら申し訳なくなる雰囲気したらやる気失せるやろ。ご視聴ありがとうございました。